お疲れ様です。今日はですね、こちら銘柄目やっていきたいと思います。というわけでですね、まあ、少し前からね、2022年がまあスタートしましたけど、まあ、今年何のデッキが強いんだって話ですけどね、なんともうラムというか、まあ、メグナイト時代来てますね。はい。まあ、ここ最近ずっと勝率が高いんですけど、今回、シーズンが終わったんですよ。そう、先ほどね、今シーズン終わって、まあ、世界一がモハメドライトとね、いうことで、やっぱ強えな。まあ、シーズン終わって、まあ、こう順位が出てるんですけども、トップ10ですね。このトップ10のうち、まあ、2位と、5、6、8位ぐらいかな。みんなメガラムです。はい、みんなメガラムで、でもメガラムでちょっとずつ形が違うみたいな感じなんですよね。というわけで、まあ、3つほどね、形を持ってきました。メガラムの、まあ、よく使われてるやつの、ユーノがトリトンになりました。これ、もともとはユーノ型です。はい、でもトリトンだと、まあ、ゴレとかエリジャイとか防衛しやすいよね。で、これがファイボ型ですね。はい。これはテンプレがライトニングのファイボになっただっけ。で、あとはこれはタルババじゃなくて雪玉型と。別に特に変わりはないんですけど、まあ本当スペルが1枚、あとは中身が1枚違うだけとかなんですけど、まあそこは本当好みとかユニレベとかと相談してね、やってほしいんですが、まあとりあえずね、やっていきましょうか。マジでね、もう時代がラムですね。メガラム。まあメガライトここ最近すげえ強いんですよね。なんだろう、もうなんかわかんないけど、なんかいろんなね、枯渇にメガナイト入ったりとかもしますし、オールブレイカーとかもありますし、まあ多分ね、まあそう、さっきもね、言ってますけど、メガナイトとか、まあ、アチャクイ、ラムが強いとか言ってますけど、アチャクイです。はい。すべての元凶というか、メガナイトが強くなったのは、メガナイトの弱点を補えるアチャクイが強いだけです。はい、ぶっちゃけね。そう、メガナイトの弱点の火力ないのを全てね、ごまかしてくれます、こいつが。さあ、まさかのもう、めんどくさいですね、もうこのインドラとかが。インドラとかめんどくさいですけど、なんとかなりそうですね。しっかりラムライターとか、まあ、ユニットでね、綺麗に受けながらの、俺これ守っただけですけど、相手これ大ダメージ説あるな。で、に雪玉打って、ビヨヨン !OK。さあ、まあ、雪の枠は、テンプレだとやっぱタルババがよく入ってるんですけど、雪の方が、まあこのデッキ自体空がね、まあ気持ち薄いので、まあその空の薄いよっていうところを、まあカバーできたり、まあ攻め雪玉でね、イントラリセットだったり、まあさっきみたいな、ダメージも稼いだりできるよねっていうので、まあ雪も流行ってます。で、ここダクプリとかはね、ラム受けします。これ相手のダクプリ、プリンス、ミニペッカ、エリババ系の陸ね、防衛めんどくさいなと思ったら、これラムで受けてみてください。よいしょ。さあ、で、まあ、トリトン、ネクロのスキラか。なんか、スケキンか、ジェイか、いそうですね。あ、いましたね。わあ、これめんどくせえ。これちょっとあれですね。やばい。まあでも、LSP で、LSP の鬼許容できます。いや、これは、もうしょうがないです。相手が今攻めてきて、もう守ることが結構不可能に近いんで、その代わり、これカウンターでいきたいですね。で、インドラ系は雪打ってね。あ、これ滝変わる。バグや、出た。バグによって、さ、滝変わる。圧着衣が、息打って、これでね、リセットいきます。で、ゴーストも入って、一本ありますね。なんか今みたいな、もうほんとスケール組まれると、やっぱ多少はきついんで、しょうがないですね。だからジャイがね。よいしょ。さあさあさあ。でも流れとしては悪くないですね。でも、ファイブアナメで、うちのユニット全部いかれるんで、まあ、圧着衣がいかれるんで、まあ、そこの辺だけちょっと気をつけて。あれ、ライトニング打っちゃえばいいんじゃない？おい。やなめか？ユニット抜けてくれたら美味しい。じゃあ、いけするでしょ？で、LSP やればマジでスケラなんとかなりますというか、なんとかしてください。LSP でね。まあ、最悪ラム防衛も使えるんだよね。で、ここまで来たら、もうね、ライトニングと雪玉圏内。いや、なんならライトニング圏内ですね。OK。というかで、まあ、インドラとかきついんですけど、まあ、雪だと、インドとかにもね、戦いやすくなるよねっていう、まあ、雪玉バージョンね。いや、マジもう、ここ最近ペッカラムだし、まあ、普通にラムも強いし、メガネタも強いし、圧着衣も強いしっていうね。まあ、最近強いやつをぶち込んだデッキですね。ゴーストエロもぶっ壊れですね、ここ最近。多すぎる。さあ、というわけで、次はファイボ型でいきますか。さあ、いや、マジで、好みっすね、本当に。形はもう自分の使いやすい方とかでやってもらえればいいんですけど、まあ、ファイボ型だと、どうなんだろうな。ライトの方が、施設とかの突破では強くなるんですけど、まあ、ファイボの方がユニット対決とかに打ちやすいですよね。その、スキドラとか、ババとか、まあ、それこそね、マザネク、マジアチャとか来た時には、まあ、ファイボの方がこう気軽に打ってると。で、こういうロイフとかも、
まあ、5の方がね、まあいいですよねっていう。まあ、メガナイトあるんで、この5が欲しくなる場面、今のロイフとかにも、まあ、別に5なくても戦えるっていうのは、まあ別に5である理由、というか5じゃなきゃいけない理由っていう部分では薄いですよね。そう、だからライトとかの方がね、入れ毒というか入れていい感を。さあ、いや、これもうめんどくさいですよね。絶対消えてくるじゃん、君。で、これ、ダメ、キング起動普通してくるんですよ。あー、ちょ、え、ムートだ。あ、フル。これ、あれだ。大会で俺が使ったやつだな。なんかちょっと前の、スケドラとかコウモリの、とかマザネクのどれかが入ってる。と思うんだけど、なんか俺の思ってるのちげえな。一旦耐えるか。いや、オリムートのロイフグで、でも LSP なんですよね。だ前のコウモリとかが LSP になってアチクインしたんですね。さあ、というわけで、まあ、高回転ロイフグでしょう。いやー、めんどくせえ、それ。これやばいっすよね。いてぇ、マジでアチクイン抜けが意外ときついっていうことがわかりましたね。まあ、端前アチクインだけでダメージ稼がれますね。で、あとは檻にね、ライトニングがないので、まあ今回は、まあ、粘りがちか、もう粘ってあと2309は一生守ります。で、相手も多分俺の端前8球が地味にめんどいと思うので、まあその辺ちょっと狙いながら、はい、もう攻めたら負けですね、基本的には。あ、いや、ムートマジでめんどくせえな。よいしょ、無理して攻めないプランでいきますか。まあここはさすがに蓋してもいい気がする。無理して攻めないとか言ってね、さすがに攻めなきゃ始まんないんでね。よしよしよし。さあ、ラムが言うのが、で、一旦ここでステイですね。で、圧着衣が入る。で、ムートも壊れる。さあ、今、アドはすぐ取ってます。からの、これ行ってもいい気すんなーけど、あ、ムート邪魔だな。ムート邪魔だったよな。行かなくよかった気がしたな。まあまあ、まあでも。いや、なんかめっちゃあるじゃん、施設が。めっちゃあんな施設。やばいやばい、一回ね。一回落ち着いて。なんかさっきみたいな、両サイの形組めると、熱いんですよ、僕も。そう、だからまあ無理していかずに。でも相手のなんか攻め方がヤンキーなんですよね、結構。よいしょ。やべ、俺の、あれが下手だった。さ、逆サイ来たら、うわー、来ないね。まあ、相手ももう守ってきますね。さあ、形組み毒じゃないですか、これは。さあ、5とかも打ってあげて、突破したいよ、ここ。突破できるよ、できるよ、止まんないんじゃないのか。よし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 。いやー、もうなんかね、あんま分かんなかったら、今みたいに、ゴリゴリ行くと。ゴリゴリ行くと気づいたら勝てそうになります。で、相手は逆サイロー服とか絶対飛ばしたくなってくるんで、この時間帯とかね。それはもうここは一回イモればいいですね。しっかり守って、だんだんケツラムとかしながらね、ロー服警戒してるよっていうアピールして、で、このメガネ出すのがマジの負け筋ですね。まあ出す必要がないんで、これ絶対ロー服来るんで、今左か右か防衛5だけで取っとけば、5 LSP 取っとけばいいと思うんですよね。あー、メガネ飛んじゃった。うい、ドスコイ、ナイス。なんかまあ、あ、まあ綺麗じゃねえけどデッキパワーが感じられる試合だったと思いますね。さあ、というわけで、これは言うのがトリトンになったやつですね。どれがいいんだろうな。まあなんか使いやすさランキングで言うと、やっぱタルババの方がいい。雪玉型が一番むずいとは思う。一番最初のやつかな。けど、雪の方が上手くなるにつれて、なんかより万能と言いますか、使い勝手は良くなってくるのかなと思うので、まあ一旦メガラム使ってみようかなってこととかは、このトリトン型とか、まあこのトリトンのユーノとか、さっきのファイブ型は次はおすすめですね。そうそうそう。まあロリモがとりあえず転がしとけばいいんでね。さあ、めんどくさいインドラ来ましたね。まあジンダとかは、こう、まあ、使わせて逆サイド攻めるみたいな感じが理想かな。いやー、これ、あっちゃくに使いたくないですけどね。もう使わざるを得ないっすよね。インドエレキ、最近マジこういうデッキバーなんだね、本当に。いやー、取れないか。いて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 。インドエレキフリーズってことはもうスケラフリーズしかないですね。さあ、スケラですね。
まあここ好きだ来たらメガナイト LSP で多分耐えれます。うん、でボーリー君いるんで、これケツラムしてもボーリー出てくるんですよね。だからまあ端回着衣とか、まあ、ケツボーラーはしたくないな。これもラムでベビドラ受けます。でまあボーラー来るんですよね。あのそのボーラー俺キング技能狙いたいな、トリトンで。でこれどうしようかな、まあ、逆性圧着衣説あるな。トルネードも多分相手使いたいと思うんで、もうゴーストも圧着衣も両方いって防衛しにくめ、これ連打します。連打しないとね。おお待った、圧着衣消えとるやないか。あこれフリーズだけやめて、お願い。オッケーオッケー、できた、熱い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 。いやこれですね、まあ、トリトンの強みですね。トリトンでやっぱボーラーとか、まあ、マジックアーチャーとかも金起動できるので、今逆サイド攻めずに普通にトリトンとか出してても、相手はこのトリトンに対してトルネードだったり、まあ、フリーズだったり絶対コストがあるわけですよ。まあ、だから、まあ、今みたいに金起動を移してなってユニット来た時にね、あえて逆サイド攻めて、よいしょ、コスト使わせてだと防衛しやすいっすよね。さあ、いやーこれもなんかいいっすね。どうやっても負けなさそうっていう思いもあるけど、多分ねそういうこと言ってると負けなんですよ。俺のこの、待って、ガチで謎のメガナイトした、やべ、待ってガチで謎のメガナイトした、いや待ってやべ、本当にやべ。いや俺多分タイブレイクでこれ余裕で負けられるっすわ。しかもあのスキラフリーズまでやられると俺のダメージが入らなくて負ける説がね、やべ、やな、や何やってんだ俺、自分でもびっくりするようなチンプレイしてる。だってインドラがね意外とめんどくさいんで、これ圧着衣された瞬間に逆サイインドラスキャルトンきますね。うん、いやどうしようかな、あのさボーリー君が結構ヤンキーなんですよ。でエレキもいるっしょ。あでっけえそれ入ったの、受信。まあまあまあ、いやートリトンとか暇してんな。まあフリーズだけしっかり警戒してきてやな。あこれボーラー使って欲しくない？ボーラー使ってくれると俺だってこれもうラム飛ばしとくなんですよ。相手ラムきついんでね。あフリーズか、でしかも、いやこれ待って、圧着衣消えてもらって、これフリーズだけちょっと警戒したいっすね。これワンチャン前に、あフリーズきますこれ、ふっ、危ない危ない危ない、オッケーオッケー、さあ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 、いろいろ警戒して、あのボールはちょっと早めに引っ張って処理するか。オッケーオッケーオッケー、いやーもうこれやね、もう両サイにね振らなきゃいけないんでね。危ねえ。インドラ、インドラ怖かったですね。インドラフリーズで落ちるのと。で、これインドラがきついんですよ。このデッキ。で、たまに LSP とかが、エレキとかがあるんですよ。これ全部の LSP のエレキバージョンもあるんですけど、そうするとちょっと重たくなるんですよね。まあでも人によってはそっちの方が使いやすいって方もいるかもしれないですね。まあでもね、シーズントップ10のうち4人メガラムってことは、まあ間違いなく環境ではあるので、当たり前ね。まあでもみんなやっぱこう共通してるのは、ね、メガナイト、ラム、ゴースト、アチャクイ、LSP、だったよな。うん。まああとはほんといろいろですけど、ステルとかね。だからまあ、その辺は、まあ、近々ね、修正かなんか来てくれるといいよなと思うんですけど、まあ、アチャクイが多分強すぎるんだよね、もう。単純に。これトルネか？チェーンスキラーっぽい顔してんな。そうそう、ただただ圧着衣が強すぎてるっていう、本当にそれだけ。よいしょ、でも圧着衣顔すればなこの銘柄も終わるんだね。さあさすがにこれ消える。でこれはラムでね、ラムって意外とこのスケラ受けがねそこそこに優秀だったりするんですよ。そこそこにね、痛すぎ、待って、あでも墓石がね意外とラムに対してねその大したことしないんですよ。間に合い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 、オッケー、あつあつあつ、間に合ったらでっか。いや、これやばくない？しかも、タケゴーストに行ってる今。いや、これやば。いや、めっちゃいるめっちゃいる。いやー、チートなんだよな。ガチで、えぐくないですか？いや、もうこれなんですよね、でも。結局ね、
結局はチャンピオンゲーということがね、分かりますでしょうか。まあなんかスケギンとかゴレナイもそこそこに強いんですよ。でもそこそこに強いんだけど、やっぱアチャクイにはかなわないっすよね。アチャクイが強すぎてかな。さあ、まああと残り13とかなったので、もうぶっちゃけ僕は守っとけば、デスケラの受けはもうタルババと、あとエレスピと防衛ラムトって感じかな。よいしょ。でさ、消えてあげれば、まあ、最後このアチャクイ残んなくてもいいんでね、守れれば。よいしょ。で、守ったらワンチャン、残ったらなんか繋げてもいいけど、まあまあまあ。さあ、無理せず。もう13なんで。でも13ってさ、ライトニングで落としにくくね？飛来神、一番されやすいんだよな。いやー、これ来そうですね。あのバルキリーちょっと邪魔だな。で、まあ、しっかりラムと、まあ、LSP、タルババ、ここ冷静大事っすね。よいしょ。で、ある程度多分ダメージ受けちゃうんですけど、別にキングっていうかタワー落ちなかったら負けないので、クラロワって簡単に言うと、そうめっちゃダメージ受けたように見えますけど、まあ1000って結構受けてるかもしんないけど、まあ、残ってるんでね、ユニット。さあ、着衣スキル使いながらもうカウンターですよね。今のもスケラのダメージ受けましたけど、もうそれ以上に相手がね、もう俺よりも10コス分ぐらいコスト使ってるわけですから、もうその10コス分ぐらいの、ダメージ受けた分をカウンターでね、はい、使ってあげればまあ大勝利ですよねっていう。もう本当ね、これ覚えてください。これ覚えるとみんなね、一気にとるバカくれすると思います。許容です。さあ、というわけでよろしく。もうデッキパワーゲーですね。まあなんかメガナイト僕マジで好きなんで、まあそのメガナイトが強いのはちょっとでもあっちいですね。そう、さあプリン、あ、この人だもん、あれだな、なんかみかんバルーンじゃないかな、ランバーとかかな、いやわかんないけど、バルーンなことは覚えてます。でなんかもう大ピンチっすね今。さあ、トリトン出す、やべ、もうバルーン出すだけやばいやばい、痛い痛い痛い、一発で抑えてほしいな。あー、痛い、いやこれやばいっすよね。まあまあまあ、このメガラムね、まあ空がね、まあ弱点ではあるものの、相手のデッキも軽い、軽いというか、なんて言うんだろうな、コウモリとか、そのプリンとか、優しい感じのユニットが多いんですよ。だから、俺が形を組んじまえばみたいなとこあるんでね、そこをちょっとしっかりいきたいですね。プリンちゃん痛いな、それ。形組み組みゲーで、頑張っていこうか。もうガチで、左はもういいですね。右側に、グッシャーンってもう全部メガロムゴーストアチャクイトリトンみたいな全形組んでいきたいな。だからそれ分かってると、じゃあキングぶっ破してきて形組ませないようにしたりだとか、まあなんかあるかもしれないんですけど、まあプリンセスあとめんどくさいっすね。よいしょ。あ、雪玉相手縛ってる。まだ思ったより入らないですね。いや、結構入ったのかどっちや結構入った気もするな、今のは。さあ、今のでも1400入るなら、もう一回同じことして一時交換すればいいっていうね、僕は。で、後ろからしっかり出して、あんならどうでもいいですね。僕はもう1400折ることしか考えてないので。じゃあ、ちょっといやらしくね。ちょっかいかけていっちゃおう。さあ、ラム飛ばして、お、いや優秀なやつおる、優秀なやつおった、優秀なやつおった。さあからの2周目コウモリとかね、ワンチャン飛ばしたいなと思いながら、まあ、とは真ん中の圧着衣とかね、真ん中の圧着衣じゃねえな、俺がすることやそれ。そうそうそう、あとはもう一回これを守んなきゃいけないですね、僕は。で、アチャクイ出しちゃうかな、一旦出してみる。多分キングをね狙ってくる気もするんだけどな。そしたら俺がキング狙ってもいいかもね、これ形組んで。あのプリンちょっと邪魔なんだね。よいしょ。いや、プリン5、6体ぐらい出てきそうなんだけど、全面できそうだったらしてあげるんですけど、まあ無理にはいらないですね。
よいしょ。まあラームと LSP で耐えれるかなっていう。さあ相手もね攻めにくいですからね、これも一生俺が妹ってるんでね。でなんかやるようにトリトン出して、よいしょ。でもう一回っすね、これ一生これ繰り返しとけば、あのまあ多分負けることはないでしょっていう話なんですけど、怖い怖いのはガチ。いっぺ出てくるからな相手の小物が。さあでここでメガナイトとかいっちゃって、あ着衣までいっちゃうか。で消えてあげて、さあユニット溜まったんでここは結構行きたいですね。で一旦ステイかな。 OK、 さあここまで来たらライトニング消えないと。あぶねー。まあ序盤のね相手のバルーンのサイクルうまかったっすけど、煽ってきたってことは知るかボケー。はい、ということで、まあ、メガラム強いんす。とりあえず強いので、まあ、ぜひ使ってみてください。まあ、久々にメガナイトがね、ちょっと輝けるシーズンがね、今来てるんじゃないかなということで、これを機にね、ちょっと皆さんもメガナイト使いに、はい、ぜひなってみてください。よければチャンネル高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またねー。